ペトラちゃんは見た？私はツツジ。数年前の話、我が家の隣におしゃれな家が建てられた。隣に引っ越してきました、赤松と言います。これからどうぞよろしくお願いします。わざわざご挨拶ありがとうございます。この子は娘のツツジです。どうも、静かで可愛い奥さんだな。翌日。あ、おはようございます。おはようございます。今日は暑くなりそうっすね。そうですね。お互い仕事頑張りましょうね。はい。奥さんは静かなタイプだけど、旦那さんは元気なタイプだな。そのご夫婦は町内会の催しにも必ず顔を出し、新築の家にご近所さんを招いてホームパーティーを開いたりして、すぐに港を打ち解けた。おいしい。何を食べてもおいしい。これ全部ゆりさんが作ったの？ええ、料理が好きなもので、お口に合えば嬉しいです。お隣さん、内装もすごくおしゃれだった。天然無垢の床に暖炉もあった。そうよね、出てきた料理もすごかったわね。食材も高級なものを使ってて、うちみたいにレトルトばっかりの食卓じゃないのよ。はぁ、旦那さんだって誰とでもすぐ仲良くなれるし、町内会の草むしりだってお休みの日なのに必ず参加するのよ。素敵な家に社交的な夫と静かで家庭的な妻か。羨ましい夫婦だな。何の不満もないんだろうな。旦那さんが休みの日には旅行なんかにも行っているらしく、二人の仲のいい姿はたびたび目撃され、近所では理想の夫婦として認識されていた。しかし、しばらくして。行ってきます。今日も旦那さんいない。毎朝出勤の時に顔を合わせていた旦那さんを見かけなくなった。それだけでなく、近所を歩いたり夫婦でいるところもすっかり見かけなくなってしまった。もう半年くらい旦那さんを見かけてないな。転勤になったのかな、単身赴任とか、それか何かの病気で入院。たまに奥さんを見かけてもすっかりよそよそしくなっており。あ、こんにちは。こんにちは。最近旦那さんを見かけないけど、どうかされたんですか？ああ、その、いえ、別に何でもないんですよ。ちょっと急いでるので。すみません、失礼します。はあ、あんまり触れられてほしくないっぽかったな。喧嘩でもしたのかな。そしてその日は突然やってきた。私が友達と数日の旅行に行っている間に、隣の新築の家は見事な窓に解体されていたのだ。この数日間に何があったの？旦那さんは？奥さんは？お母さん！お隣さんどうしたの？それが、私も他の近所の人も誰もわからないのよ。昨日急に隣の家を解体するって業者さんから言われて。でも何か変だなとは思ってたのよ。その前の日にゆりさんが車に荷物を積み込んでて、どうしたんだろうと思ってたんだけど、あっという間に家は解体され、隣の敷地は更地になってしまった。そしてなぜか扉を開けたままの金庫がポツンと置かれていた。隣が更地になって数日後、せっかくの休みだし布団でも干すか。ん？あれは赤松さん。え、どこに行ってたの？ていうか、隣の女の人誰？ん？抱いてるのって、まさか…赤ちゃん！誰の子？まさか赤松さんの？呆然としちゃってるよ。そりゃ自分の家がなくなってればそうなるよね。ってことは、家が取り壊されるのは知らなかったってこと？奥さんが勝手に取り壊したの？ない。何もない。何も入ってない。ちょっと話が違うじゃない。家も貯金も大丈夫だって言ってたじゃない。だからこの子産んだんじゃないの？どうすんのよ。どうやって暮らしていくのよ。マンションも売り払っちゃったじゃない。あまりにも大きい声だったので、驚いたご近所さんが顔を覗かせていた。その数日後。はーい、どちら様？あ、ゆりさん、お久しぶりです。この間はお騒がせしてしまってすみませんでした。これ、少しですけどお詫びに。恥ずかしい話ですけど、主人の不貞で離婚することになりまして、相手にはもう子供もいるということで。あの時の女の人だ！やっぱり不倫相手だったのか！何ヶ月も家に帰らなくなって、挙句に別れてくれって言うんです。しかも、慰謝料は出す代わりに、
あの家には自分たちが住むから出て行けとも言われて、あの家、私が設計にもインテリアにもこだわって建てた家なんですよ。なんで私が建てた私の家によその女が住むのって思いません？だから壊しちゃったんです。もともとあの土地は私の父のもので、建てた家も名義上父から借りている状態なんです。父の許可も得てるし、取り壊したって問題はないと思うんですよ。旦那さんは納得してるんですか？どうでしょう。でも頼む、別れてくれ。慰謝料は用意するから。でもこんな金額、あなたのお給料じゃ。気にしないで、私が今住んでるマンションを売却して現金化しますから。単身者用だけど内装も綺麗だし立地もいいし、そこそこの値段はつきますので。いいのか、アザミ。いいのよ、このことあなたのためだもの。それに今度はおしゃれな戸建てに住めるのよ。中古マンションなんていらないわよ。わかりました、それではそういうことで。必要なものは持っていっていいけど、金庫は置いてけよ。金庫、ああ、金庫ね。わかったわ、あそこにあるものは好きに使ってください。だから更地に金庫があったのか。そこにあるものは向こうが自由にしていいっていうことでお互い納得してるし、約束通り金庫は置いていったし、何も問題はないと思いますよ。それじゃあ失礼しました。そういうゆりさんはいつもと同じ静かなゆりさんだった。まさかあんな大胆なことをするなんて。一方で、あ、ほらほら、ツツジまた来てる。懲りないね。赤松さんはあれからも時々やってきていた。更地になった元自宅の土地を前に呆然と立ち尽くすのはその後数ヶ月続いた。ご視聴いただきありがとうございました。確かに金庫だけ置いていけば言われたことを守っているので何の問題もありませんね。お金も慰謝料を向こうが払うことになっていますから、わざわざ金庫の中のお金を置いていくなんてこともしなくていいでしょうしね。それにしても素敵な戸建てとはいえ、もともと奥さんと住んでいた家に不倫相手と過ごすって私は嫌ですがね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。